落葉樹林、落葉樹林というのは一定の季節に一斉に葉を落とす森林である。温暖で水分に不足しない環境が樹木にとっては理想的であり、年間を通じてこの条件が保たれていれば、そこには常緑樹林が成立する。一方この条件が保てない時期が存在する場合、樹木はこれに対応しなければならなくなる。この時、最も問題になるのが葉をどうするかである。 葉は樹木にとっては光合成を行うことで栄養を作る大事な部分であり長持ちさせたい。しかし葉は薄くて突出しており乾燥や冷気に弱い構造でもある。乾気や陶器がそれほどひどくなければ樹木は葉を捨てずに切り抜ける。その代わりに葉を小さく厚く口ちくら層を発達させるなど乾燥や乾気に耐久性を持たせる。しかし それでも耐えられない程度のところでは、樹木は辛い時期に葉を捨て、公的な期間だけ葉を広げた方が有利である。このような戦略を取る樹木を落葉樹という。落葉樹は毎年葉を作っては捨てるために、一定の資源の消費を負担しなければならない。その代わり、条件の良い時期だけ葉を持てば良いので、葉は薄くてやや広いものが作れる。熱帯で年間を通じて多湿であれば、 熱帯雨林が成立する。熱帯の中でもある、程度以上寒気が強い地域では、寒気に葉を落とす森林、雨緑林が成立する。熱帯から高緯度の方向に目を向ければ、亜熱帯から温帯にかけては、熱帯雨林より規模が小さく、小さな葉を持つ、常緑紅葉樹林がある。それより寒い地域では、温帯性の落葉紅葉樹林がある。日本では、 ブナ林がその代表である。さらに寒い地域では、紅葉樹は生育できなくなり、新葉樹林が成立する。これも、常緑新葉樹林より寒い地域には、落葉新葉樹林ができる。カラマツ林がそれにあたる。落葉樹林を構成する植物は大部分が、落葉性である。また、落葉樹は一般に葉が広くて薄い。そのため、落葉樹林の林下は、 常緑樹林に比べて明るいことが多い。特に春から初夏の葉が出ていないか、あるいはまだ十分に広がっていない間は、かなりの光が入る。これを狙って、春に花を咲かせ、夏まで葉を広げ、あとは地下で過ごす植物をスプリングエフェメラルという。ただし、日本ではブナ林の下を笹が占める例があり、 スプリングエフェメラルはヨーロッパほどには多くない。落葉樹林は落葉樹からなるが、落葉樹は必ずしも落葉樹林に生えるものではない。例えば商用樹林には構成樹脂として若干の落葉樹が混じる例が多い。特に人の手が入った場合、里山に見られるように落葉樹の方が増える傾向がある。カラス残椒や赤目菓子は、両部、木シなど、 先駆植物的樹種は往々にして落葉性である。また、犬ビわや赤目ワは、本州中部以南に分布し、落葉樹林帯には存在しない。これらは、元来が熱帯系の植物群であり、落葉性を獲得して、暖温帯まで進出したものであろう。また、これらは、暖かい地域では落葉しないことも多い。ありがとうございます。